ニーカ国立公園は、マラウイ国内で最大の国立公園であり、3200キロ平方メートルの面積を要する。国立公園内にあるカウリメコに、イカ国立公園は、マラウイ北部州に位置するニーカ公園のほぼ全域をカバーしており、道路距離で、リロングウェから北へ480キロメートル、ルンピから北へ60キロメートルの場所にある。なお、リビングストニアの町から、 国立公園の境界まではわずか 35km の距離であるが、東側からは園内にアクセスできないので注意を要する。ルンピ方面から訪れるには、ルンピからカツンビの方角へ向かう、ミホソウの一本堂を北西に進んだ後、カツンビ国境検問所へのルートではなく、ザンビアとの国境に沿って北東方向へ伸びる参道のルートを進み、 その後東へ向かう山道を進むと宿泊施設などが置かれているチェリンダ集落に到着する。なお、そこから東の方角の公園中心部近くにはニーカ国立公園本部が設置されている。ニーカはスワヒリ語で東アフリカ沿岸地帯の奥地を意味する。この国立公園内は海抜の高さに由来して周辺の地域よりも高湿度であり、また、 しばしば雲に覆われている。雨季には200種を超えるランが咲き乱れるほか、雨季以外の季節にも様々な植物を見ることが可能である。ニーカ国立公園を観光するには、マウンテンバイクや乗馬、あるいはより快適な四輪駆動車を利用するのが良い。園内には、小型のダイカーやイランド、ローンアンテロープなどが生息しているほか、サバンナシマウマなどもよく見られる。また、中央アフリカで、 最も氷の生息密度が高い場所の一つであるほか、イボイノシシやカワイノシシのような小型の哺乳類が数多く生息している。アフリカゾウやアフリカ水牛は公園内北部の海抜が比較的低い地域に生息する場合が多いが、ライオンとゾウに関しては近年、高原地帯でも生息が確認されている。ニーカ高原の典型的な地形また400種を超える。 鳥類の生息が園内で確認されているが、その中でも特に貴重な、主としては、アフリカ中の岩や放火ザリズルのほか、ニーカ高原の固有種である、赤羽ャコが知られている。その他の観光名所には、滝や新石器時代の岩屈住居、さらには、魔法の湖、がある。なお、近年改装されたチェリンダキャンプや新しい、マルタ小屋では宿泊することが可能である。 さらに、リロングウェやムズズカンに定期便を持つ滑走路がある。また、ニーカ国立公園から南に5 0トルの地区にはブワザ湿地動物保護区がある。ブワザ湿地動物保護区はニーカ国立公園と異なった環境の提出地帯であり、生息する動植物も異なるため、一度の観光旅行の際に双方を回る観光客もいる。 ニーカ国立公園内のミオンボ林に、イカ高原の西側地区の一部、およそ80キロ平方メートルのエリアは、隣国のザンビア領となっており、マラウイ側と同盟のニーカ国立公園となっている。このザンビアの国立公園は、ザンビア側からの道が通じておらず、ザンビア人もマラウイ国内を経由しなければ訪れることができない。この園内には、 優れた景観と植民地時代の建築をモチーフとした旧白書がある。かつて、両国の国立公園のうち、ザンビア側の公園内にしか宿泊施設がなかった当時、マラウイ側から観光に来た人々は、ザンビア入国料と宿泊代を支払うことで、国境での手続きを省略して、ザンビア側の旧白書に滞在できた。このレストハウスは1998年に、 閉鎖されたが2006年にニーカハウスとして再開され事前予約した団体旅行客のみが利用できるようになった。ニーカ国立公園は2000年5月17日にユネスコ世界遺産の暫定リストへ複合遺産の区分で掲載されている。ありがとうございます。